ございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。いよいよですね、まあ、これ撮影してるのが4月の28日なんですけれども、明日、まあ、29日からゴールデンウィークに突入ということで、まあ、いわき市アンモナイトセンター、ゴールデンウィークとか、まあその大型連休の時はですね、体験発掘の枠がこう結構拡大されて、たくさんこう化石を掘ることができるわけなんですけれども、まあ、去年はですね、5月の末まで、ちょっと化石掘れなかったわけなんですね。1回目の緊急事態宣言があった時なんで、まあ、その期間が明けるまでは体験発掘の中止となっていたわけなんですけれども、まあ、今年はね、まあ、そのいろんな予防策を講じていれば、まあ、なんとかゴールデンウィーク化石発掘できるんじゃないかなと思っていたんですけれども、まあ、残念なことに4月29日から5月の16日まで、いわき市アンモナイトセンター、こちら完全に休館という感じになりました。はい、まあ、先ほど、3回目の緊急事態宣言が出まして、まあ、いわき市でもですね、そのアンモナイトセンターがあるいわき市でもちょっと感染の拡大が続いているということで、まあ、いわき市ではですね、こう感染拡大防止一斉行動ということで、これが発表されまして、アンモナイトセンターに先立ってですね、いわき市にある石炭化石館ホルルという施設があるんですけれども、そちらはまあ同じようにですね、4月29日から5月16日まで、休館するということになってたんですけれども、まあアンモナイトセンターはどうなのかなというふうに思ってたんですが、残念なことに同じ期間4月29日から5月16日まで休館ということになりました。まあ、去年はですね、その体験発掘ができなかった期間も一応建物の中はこう観覧ができたんですけれども、今年はね、その一歩踏み込んだこう感染防止の対策をするということで、まあ、強い措置が取られるということで、やっぱこう休館ということになってしまったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、結局ですね、今年のゴールデンウィークも巣ごもりをする感じになっちゃうかなと思うんですけれど、まあ、今年のゴールデンウィーク、まあ、何にしようかっていう話はまあちょっと後に置いといてですね、まあ今年はちょっと化石の総括をやってなかったんで、まあ、ちょっと1月から4月このゴールデンウィーク前までの段階での化石発掘で取れたものの、まあ、総括をねちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで今年の体験発掘は1月の2日から始まったわけなんですけれども、その1月の2日にですね、いきなり出てきたものですね、こちらですね、はい、アンモナイトアナゴードリセラスですね、はい、この化石が午前中にいきなり出てきて本当にびっくりしちゃったわけですけれども、まあその最初に出てきた時は、まあ、ここにちょっとね、石のところが石がちょっと見えてるところがあると思うんですけど、ここの部分が先に出てきたんですけれど、そこのところのクリーニングをこうやってて、まあ、ここをひょいとひっくり返したらばこちらですね、はい、あんまり出ないんですけれど、ヘキサンカスというサメの歯がペロッと出てきて、でまあそのクリーニングをやってこうちょっと衝撃を与えちゃったんで、まあちょっと状態はあんま良くなかったんですけど、まあ、この歯根のところがちょっと欠けちゃったり、この一番頭のところにある本来はあるこうちょっとギザギザがついた歯があるんですけど、それもなくなっちゃってるんですけど、まあ一応こう歯が4本並んでる状態で出てきたと。でまあこの位置的には完全にこのアンモナイトの殻の中から出てるので、もしかしたらそのね、このアンモナイトはそのヘキサンカスに捕食されちゃった食べられちゃったアンモナイトなんじゃないかっていうことも考えたんですけど、まあヘキサンカスがですね、あんまりこう浅いところにはあんまりいないサメらしいんですけど、まあ、たまにこう上がってくることはあるらしいんですけど、まあそのこいつに捕食されちゃったものではないんじゃないかっていうね、職員者から言われたんですけど、まあ、表面はちょっとね、玉ねが入っちゃったりして、あんまりちょっと綺麗じゃないんですけど、この裏面はですね、非常に美しい
この6がはっきり見えてて、なかなかいい感じの標本が取れたんじゃないかなと思いますね。はい。でその翌週の日曜日にですね、ちょっと土曜日は用があって行けなかったんですけど、日曜日に行った時に、行けなかった土曜日に、他の常連さんがアモナイトを掘り出したんだけれども、ちょっと時間内に掘りきれなかったのがあるんだけど、よかったら掘らないかっていうふうに言われたのがこちらですね、はい、アモナイトのメソプドシアで、まあ、直径がですね、これまあ、これはもうある程度掘り出した状態なんですけど、直径がまあ40センチはありそうなものだということで、まあ、まあ結果的に言うと、1月10日からその1月23日くらいまでかけて、まあ都合3週間ですかね、おおむね3週間かかって、これを掘り出すことになるわけなんですけど、まあそれ掘り出して、若干修復したものが、はい、こちらですね。よっと、はい、これかなり重いんですけど、掘り出した時はちょっとね、こう3つくらいにこう割れちゃって出てきたんですけど、まあそれをちょっとね、これは修復をしたものになるんですけど、一応ですね、ここにちゃんとへそも見えてるし、まあこの、殻の終わりの方ところですね、この、まあ、重棒っていうところのこう終わりのところ、まあ、何体分がこうニョロッと出てるところが奥側、地層の奥側にあって、なおかつこのですね、化石の上に、まあ、でっかいコンクリーションというね、本当に硬くて、大きな石が乗っかっていて、掘りになんかね、掘れなくて、全然掘り進められなくて、まあ、3週間もね、かかっちゃったわけなんですけど、でまあいろいろ修復をしてみて、でここにここがね、その殻の終わりかと思ってたんですけど、これをちょっと反対に向けますと、はい、ここなんですね。ここにちょっとこう筋があるんですよね。この外周に沿ってちょっとこう筋があるんで、まあそれをこう延長していくと、まあここが完全に終わりじゃなくて、もうちょっとこうね、殻があったんじゃないかなっていう感じがちょっとしてきたわけなんですけど、まあ、ここの終わりのところを見ると、いわゆる隔壁ですね、この殻の中には、こう仕切りがいくつもあるんですけれども、まあ、その仕切りの中にこう水を入れたり出したりして、こう浮き沈みをしてたんじゃないかっていう構造なんですけど、この断面のところにこのいわゆるその隔壁が出てるんで、まあそこでこう終わっちゃうわけではないわけですよね。その何体分が当然ここの中にこう入ってるわけですから、まあそれで短くてもまあね、こんくらい、まあ、この筋がついてるところまではこうあったんじゃないかと思うことができるんで、まあ、ここで終わりじゃなくてもうちょっとあったんじゃないかという感じですね、はい、でまあまあ、仕事の合間を見てですね、まあ、ここまでちょっと修復したんですけど、まあ、一応ですね、今後ですね、まあ、こちらで作ったこのアナゴのディスプレイに続いて、こちらのメソプドシアの修復もしてディスプレイの制作をしてみたいと思うんですけれども、まあ、いかんせんでかいし重いし、ね、大変だなっていうのは分かるんですけど、まあそれをまあ飾るステージとしまして、まあここに置いてあるんですけど、この2段になってるものなんですけど、まあこれリサイクルショップで300円で買ってきたんですけど、まあこの部屋の角に置くなんかこう飾るものみたいなんですけど、まあこう2段として使うんじゃなくて、まあこの上はちょっと取っ払ってですね、この下のステージにこう乗せて、こう飾る感じにできればいいかなと思って、まあ今ちょっといろいろこうね、試行錯誤してるところなんですけど、まあ出来上がるまでには、ゴールデンウィーク中にできるかどうかわかんないですけど、まあちょっとね、こちらもね、今頑張って進めてるところです。はい。そしてですね、1月の31日、まあ1月の最後の日だったんですけれども、今年一発目の募集が出ました、はい、それはですねこちらなんですけど、ちょっと分かりにくいと思うのでちょっと拡大図で出そうと思うんですけど、
こう2つなんか黒い板状のものが並んで見えるかなと思うんですけど、こちらがですね、亀の甲羅ということらしくてですね、で上に見えてるのがアムナシセンターで初めて出たその亀の甲羅の化石で、まあ、この下のやつが自分が出したものなんですけど、まあ、なんとこのアムナシセンターで2例目という化石が出まして、まあ、いつもおちゃらけでボッシューとか言ってる職人さんがいるんですけど、その方がもう、そうおふざけなしで、悪いけどこれボッシューねという感じでマジなトーンで言われたんで、結構ねかなり貴重な化石みたいなんですけども、最初出た時はですね、なんかこう木の樹皮、まあ皮かなとか思ったんですけど、まあね、亀の甲羅ということで今年一発目のボッシューですね、はい。そしてですね、3月の中旬頃ですね、自分が出したものではなかったんですけど、まあ、自分の近くで掘ってらした初めて来たというお客さんがいたんですけれども、その方が掘り出したのがこちら、はい、これ後で分かるんですけどペロニセラスというアンモナイトだそうで、まあ、最初これはメソポソシアかなと思ってたわけですけど、そのこれを出して、そのお客さんがちょっと掘りきれなかったんで、その次の週にその私がこう引き継いでこう掘り出そうということになってたんですけど、まあ、その間にちょっと、アムナシセンターにそのアムナイトの研究をされている方が来られて、でこれがそのペロニセラスという非常に珍しいアムナイトだということで、まあ、掘り出されて、まあ、その引き継いで掘ろうと思って行った時にはもうね、ここが空洞になっちゃってなくなっちゃってたんですけど、まあそれだけ貴重なものであれば、まあ仕方ないかなという感じなんですけど、ちょっとね、残念だったですね、はい。でまあ、さっきのペロニセラスと、まあ、そんなに離れてない場所で掘って、まあ、4月の、中旬にまた出てきたものだったんですけど、ここにですねちょっとこう筋っぽいのが見えるかなと思うんですけれど、まあこれアンモナイトかなと思って、まあ、ちょっと崩れかかってるアンモナイトがある感じで、まあ、慎重に掘って、まあ、2日ぐらいかけて掘ったやつなんですけど、掘り出してみたらば、まあ、こういう感じになったわけですね、はい。まあ、この形からしてこうトグロを巻いてるようなアンモナイトなんですけど、まあ、ユーゴストリコセラスというアンモナイトだと思って掘っていたんですけど、まあ、ちょっとこれね掘り出しちゃった後なんでちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、一応この、壁に埋まってた状態をちょっと再現した状態なんですけど、まあこうくるくるくるっと来て、いたからの横になんかこう同じ感じの6のやつがこうドーンと出たんで、これはもしかしてこうくるくるくるっと来てこっちにひょいとこういう感じで殻が曲がってる、アムナイトなんですね。ディディモセラスという、アムナイトなんですけど、もしかしてそれなんじゃないのかなと思って、一応職人さんに見てもらったんですけど、まあでもこれがまあこっちから外れてこっちに出ちゃってるんじゃないかということで、まあそのディディモセラスではないかもしれないということだったんですけど、まあこのアンモナイトセンターがあるところは、まあ、双葉層群と言われるところで、江戸層群と泉層群からはこのディディモセラスが出てるんですけど、まあ、同じこう地層年代のこの双葉層群からはまだこう出てないということで、まあ、出てもおかしくないはずなんだけれども、まだ今まで出てないということで、でまあもしかしたらもしかするということで、まあこれもね今年2例目の募集ということになりまして、今先生に見てもらって、その童貞をしているところです、はい。まあもしかすややもすると、まあユーゴストリコセラスかなとは思うんですけど、まあもしねこうなってひょいと生きてるやつだったら、もしかするともしかするということで、まあちょっとねその童貞の結果を楽しみに待っているところです、はい。まあ、直近の土日で掘り出したものがこちらなんですけど、こちらの最初出てきた時に本当は埋まってたんですけど、この一直線にこうなんか長いなんかこう
殻っぽいものが出てきたんですね。で、何なんだろうと思ってこうどん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 掘っていったらば、まあこんな感じで、なんか平たいものがこう出てきたわけなんですけど、まあこれ職人さんに見てもらったらば、あのオウムガイ、キマトセラスらしいということなんですけど、またこれちょっとね、大きいサイズのものなんで、またこれ掘るの時間かかっちゃうなっていうところだったんですけど、まあ日曜日の午前中までかけてここまで掘って、日曜の午後で、まあ、もっと掘ろうと思ってたんですけど、日曜の午後がちょっと雨で、中止になっちゃったんですね。で、まあ、また来週とか、まあ、ゴールデンウィークに掘りましょうという感じで終わったんですけど、まあ、その休館ということになってしまったんで、まあ、来月ですね、まあ、来月の、中旬以降、また、体験発が再開されたらば、またこの続きをね、掘っていきたいと思います。はい、はい、というわけでアンモナイトセンター、4月29日から5月16日まで、休館ということのお知らせと、まあ、1月から4月までのですね、化石の総括をやってみたわけなんですけど、まあそのゴールデンウィーク中にですね、まあこういった化石の修復と、まあ、ディスプレイの制作を、まあ、進めていけたらなと思うんですけれども、とにかく、まあ、このメソポタミアに関してはですね、本当にでかくて重いんで重労働になるかと思うんですけれどもね、まあ極力このゴールデンウィーク中になんとか形にしたいなと思います。はい、まあそれについてもですね、別にこう動画を作って出そうと思いますんで、まあ、よろしければご覧いただきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。